日本カモシカは日本にしか生息していない種で、氷河期という地球が今よりもっともっと寒かった時代からの生き残りとされています。社会の授業で聞いたことがあるかもしれませんが、日本には昔縄文時代や弥生時代と呼ばれる時代がありました。今から1万年くらい前の話です。その時代の遺跡の中からカモシカの骨が見つかっているんです。約1万年前の人々はこのカモシカを狩りで取ってきて、そのお肉を食べていたんですね。ところで、みんなは奈良公園などで鹿を見たことはありますか？見たことがあるなら、この日本カモシカ、鹿にしてはどっしりしていてでかいと感じませんか？実は日本カモシカは牛の仲間なんです。オスにもメスにも15センチほどの短い角が生えています。奈良の鹿にはオスしか角がありませんよね。また山岳地帯に住んでいることもあり、足ががっしりしているのがわかると思います。山岳地帯の急な斜面や岩場に住んで、低木の葉っぱや芽、小枝、花、実などを食べています。この猿は日本から地球を挟んで反対側にあるブラジルという国に多く住んでいます。怠け者と同じく熱帯雨林で樹上生活を送っており、木に逆さまにぶら下がったり飛び移ったりすることができます。群れで生活していて、小鳥のような甲高い声でコミュニケーションをとります。子育ては主に父親が行うというイクメンなお猿さんです。顔の特徴は耳にある長い飾り毛です。耳当てのようにも見えますね。ふわふわしていて可愛らしいと思いませんか？またしましまの尻尾も特徴的です。体と同じくらいかそれよりも長く、木の上でバランスを取るときに役立っています。コモンマーモセットは体重が200〜500g、体の大きさも手に乗るサイズです。その小ささから飼いやすい猿として有名で、ヨーロッパでは古くからペットとして飼われていました。日本でもペットショップでよく見かけます。しかし多くの人に飼育される中で、逃げてしまったり捨てられてしまったりすることも少なくありませんでした。もともと生息地ではない地域では外来種と呼ばれ、他の鳥の巣や卵を襲ってしまうなど、もともとそこにいた種に影響を及ぼしています。この猿はその小さい体から想像できる通り、果実や種子、花などを食べています。また昆虫も食べており、体の小ささを生かして気づかれずに接近したり待ち伏せしたりすることができます。自分の得意なことを生かし賢く生きているのですね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。